森田隼人は、日本の企業経営者、料理人、元プロボクサー、大阪府出身。第11回農林水産省料理人検証制度、料理マスターズ受賞者、一般社団法人エクスペリエンス代表理事。日本初の立ち焼肉と日本酒のレストラン、六花会を、神田駅徒歩30秒の立地に作り上げた。近畿大学理工学部を卒業後、 建築関連の会社に就職。その後、建築デザイン事務所、M クローム設立する。店舗設計の経験を活かして2009年7月、立ち具焼肉店、六花会を東京都神田駅付近にオープン。料理人としての人生を始める。2015年現在、他にも店舗の会員制飲食店を経営。建築関連を手掛けていた際には、プロボクサーとしても活動。 また、レストランを、オープン前に約1年間、東京都で公務員として働いていた経験を持つ。あいつ今何してるテレビ朝日、衝撃の転身を遂げた天才に出演。3時のヒロインと共演。第11回農林水産省料理人検証制度、料理マスターズ受賞者の決定。農林水産省。2020年10月23日閲覧。会社概要。 一般社団法人エクスペリエンス2021-05-55閲覧日本宿エストハテナブログ2021年5月22日閲覧飲食を五感で味わう新劇場クレーターズハット焼肉屋で恋人ができる激狭また違い焼肉驚きのビジネス戦略日経トレンディネット2013年12月12日 2015年11月21日閲覧。ビジネスフォーアーティスト。アーティストリート。2020年6月8日閲覧。農林水産省から第11回。料理マスターズ受賞者。料理マスターズクラブ。2020年10月22日閲覧。料理マスターズ特集。日本の食文化普及。発展に貢献生産者。食品企業と連携し地域活性化。 日本の料理人を国が表彰する唯一の制度、料理マスターズとは一体六花会グループがブランド牛を開発。幻を超える和牛、森田中牛プロジェクト。サードテーブル2019年4月15日閲覧。六花会グループが挑戦。令和初のブランド牛開発森田中牛プロジェクトで五種を募集。坂木正里。 2019年5月14日閲覧。第12回、酒侍助任者。日本酒造青年協議会。2017年10月10日閲覧。黒毛和牛、旅して850キロ京都天草で牛肉 PR。熊本日日新聞。2020年9月9日閲覧。コロナに負けるな。森田隼人の挑戦。和牛と日本を旅して命を考える。 旅する和牛計画。幕開け。2020年11月19日閲覧。天草を舞台に、和牛史上初のチャレンジ。旅する和牛計画。天草市。2020年10月12日閲覧。往復2万キロメートル、日本酒の価値が上がらねえから、俺がロシアに行ってきた。レティ株式会社。2019年12月6日閲覧。 史上最高金額一本に440万円日本酒の価値の挑戦。レティ編集部。2021年4月26日閲覧。ロシアを横断した旅する日本酒が過去最高の440万円で落札。川岸通る。2021年5月14日閲覧。オークション史上最高額の聖酒が誕生。オークション史上最高額の聖酒が誕生。 時事通信社、2021年5月12日閲覧。医師格闘料理対決、ガチ5分料理一皿10万円バトル、うちょうてんレストラン1、宮迫です。宮迫ひろゆき、2021年5月23日閲覧。あいつ今何してるテレビ朝日、2021年5月21日閲覧。ありがとうございます。